はい、どうもタイガです。引き続きですね、やっていきます。トレント裏で、でまあ使うキャラ、まあさっきね銃剣士で頑張ったんで、このまま銃剣士で強気に上げればいいかなと思います。じゃあやっていきましょう。まあ銃剣士ね、アビリティが出て、まあ、修正 2,3 個前かもしれないですけど、まあ、アビさんが出て射程が伸びて、アビさんのねでスキル発動率がアップだったかな。まあまあすごい使いやすいキャラ、そう、まあすごい使いやすくて無難なキャラかな。結構作ってる人いますけどね、まあ最強キャラにはなれないけど、そうで、まあ銃剣士が、まあ、暴れないようになのか、タイミングよくね、ゼウスの D0 も出てきて、まあ、銃剣士を抑制されて、もうゼウスには絶対に歯が立たないんで、まあいい感じにバランス取れてるんじゃないかなって感じがしますね。普通にいい強キャラ、まあそんな銃剣士でやっていきます。マッチングしないけど、でまあ裏トレントっすね。まあいろいろ考えたんですよね。1個前の動画で、まあコラボ猫キラビー、まあ、銃剣それぞれやりましたけど、まあ、猫トレントにすると、まあ、スケが見れない。なんか安定してそうで器用貧乏なんですよね。ちょっと突出が足りない。まあ、トレントが結局後切りキャラなん で、コラボ猫って単体で戦えるキャラじゃないんですよね。で、キラビーに関しては、キラビープラス剣士で戦えるんですよ。組み合わせが。でもコラボ猫ってコラボ猫と剣士で戦えなくて、コラボ猫プラス、まあ、中型とか、まあ、今まで散々使ったマザースパイダーみたいな、ああいう、支援の迎撃大型、もう前に行かないキャラ、そういうキャラと組ませるとマジ強いんですけど、そうトレントと組ましちゃうと、もうそれぞれがもう子なんで、本当に何が来たらトレントを蹴る、それ以外はコラボ猫で抑えるしかないみたいになっちゃうとちょっと弱い。コラボ猫はやっぱり守るキャラじゃなくて攻めるキャラなんで、で攻めるにしてもね、まあ、相手のキャラ次第ではテンポよく攻めれなくて、パンダ引かれてるだけで攻めれないし、ドラゴンライダー引かれてるだけで攻めれないし、まあ、それを突破できる札があればいいんだけど、トレントは切れない、すぐに中型には切りたくない。そう、まあそういうところもあって合わないのかな、ちょっと分かんない。もうちょっとね試行回数増やさないと分かんないけど、まあ合うか合わないかって言われるとちょっと難しいかな。あんまり過去にも何回かやってるんだけど良かった試しがない。うん、あんまり良くなかった。でもキラービートレントはちょっとドローが増えちゃうけど、まあ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 、なんかまあオークが無理かな。オークベビーが無理なんだよ。オークベビーだけ無理だから、それをなんとかできれば問題ない。それ以外はいけるんだけど、オークベビーが本当に全然マッチングしないんだけど、なんかあ空間飛ばされたかな。これは0秒になるやつですね。まあ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 、マッチングしてないのにマッチングしたことにされてこっちが負け判定になってなければ何でもいいや。ここまでソロでここまでなったの初めてだな。3、2、1、まあマッチングしないと、まあまあまあ次でマッチングするでしょう。ほらやっぱりなんかどっか別の空間飛ばされたね。はい、コラボ猫リーダー。まあまあまあ、コラボ猫なんで、まあ、パンダも引きたいし。あと何かな、まあ、壁さえ出すタイミング考えれば、銃剣士でコラボ猫見れるから。うん。ちょっとね、キャラ数が欲しい。あとね、猫の場合ね、裏クモの可能性が高いんだ。だから裏ブルドラで、いきます。まあ、やっぱマンドラがいいよね。マンドラがいれば猫は見れる。で、マンドラ、猫に対してのマンドラのいいところは、まあ、猫見れるのと、まあ、コラボ猫を引いてれば、大体ネボボ引いてこない、なるべく。引いちゃったら引いちゃっただけど、引こうとはしないから、そう、ネボボの確率が高くない。で、マンドラがね、意外と刺さることはある。僕も銃剣士で取りに行って。上コラボ猫ね、2体いるんで、まあ、そのマンドラっすね。で、まあ安定に多く引かれてますね。まあしゃあない、こればっかりは。
多く見てから一番下にブルドラでもういかの攻撃一応食らわない位置に出して、相手のオークが死ぬまでは激流で削ってみましょうか。後ろもしっかり押さえてマンダラバックアタック。さあもういかの攻撃食らっちゃいますが、トイレはもう全開。相手が守りキャラを出してくればブルドラが激流する。まあ、ブルドラは死にますけどね、まあいいでしょう。これでサイクルも削れるんで、まあ、サイクル削ってもらって銃剣しか耐えないイカオーバーです。あ、いいっすね、いい流れ。コラボの横めっちゃ流してきますね。でもそこいるんですよね、マンドラ。まあまあいいでしょう。もうあの前のねデビルが死ぬんで、ここでもデビル投入して前行かせましょうか。さあオークオーク、まあオークはねミドル取れるんで、相手ハービー持ってるんですね。ハービービートルはハーピーがビートルアンチなんで、絶対勝てないんですよ、ハーピーには。一騎打ち向こうの開音波ほぼ必中。8、9割ぐらい入るんで、絶対勝てないも相性なんですよね。さあ、いい感じに攻めて、腕を奪う。いいっすね。めっちゃアンチ引かれてましたけど、まあ、銃剣士に多く。まあ、それは当然ですね、リーダーなんで。で、ハーピーも引いてきて、それからビートル刺さって、でハーピーね、デビルにも強いんで、ちょっときつかったですけど、まあ、マンドラがね働いてくれたのと、まあ、ブルドラが頑張ってくれた、まあ、激流2発いったんで、本当は3発欲しかったですけど、まあ頑張ったんでいいでしょう。ってことで完勝で、まあいけないですけど帰りましたね。コラボ猫サイクロイカ、珍しいですね組み合わせが。さあまあ次やっていきましょう。あ、ちなみにですね、この動画の前とその前もかな、後付けでやってるんですけど、まあ、理由がありまして、まあ、どっかで言ったかもしれない、ゲーモンが大きかったんですよ。ゲーム、白ドラゲーム内部の設定で、ゲーム音を一番いつもちっちゃくしてるんですよ。BGM も全部、ちっちゃくしたんですけど、生放送を始めるときに、あれ音聞こえないなと思って、一回全開にしたんですよね。で、そのままになっちゃってて、気づかなくて。で、この動画、全部で4回撮ったんですけど、4本撮ったんですけど、でこれ3本目かな、全部その状態でやっちゃったんで、全部音が、そう、声がちょっとちっちゃいんですよ、ゲーム音が大きすぎて。で音を下げるとまとめて下がっちゃうんで、なんで今回あとこれプラスもう1本は後付けでやりますが、まあなるべく参考になるように喋れたらいいかなと思います。さあ銃剣士サイクル、一応ねゴーレムがいてね、ゴーレム苦手なんですけど、いいですね、ここトレント出してゴーレム引っ張りたいですね。ゴブリンバイクも来てるんでゴーレム引っ張りたいですが、トレントが下に行ってしまう。もうすぐ前に行かないといけないんですけど、まあ、ここはチビブルいるんで、森作ってほしいですね。森作ればやり終わるんですけど、さあ削っていく、引っ張りましたね。ここはもうきついんで一気にサタンもいきます。で相手のゴーレムを引っ張りたいですね、できれば。さあ森作り、コロポックルとサタン、これで闇玉を打ってくれれば、コロポも頑張っててサタンも頑張ってくれればゴーレムもやれる。コロボックルがめっちゃ頑張りましたね。あとトレントの攻撃がゴーレムに少し入ったんですかね、だいぶ削れて。さあ一気に流してきましたね。まあここはもうウィッチ3体だし問答無用っすね。でコストちゃんと見といて、トレでは守れるコスト、うん、いい感じ。一回開け渡してもいいっすね、守れれば勝ちなんで。いい感じ。あと剣士しかいないですけどね、まあ、相手もチビクロ全部、チビブルも、ゴブバイもね全部切ってるんで、
まあ勝ちでしょう。まああとは干渉できるかどうかですけどね。まあでも後ろ諦めてますね、完全に。素人していいやって感じですかね。はい、まあそんな感じで落城です。うん、まあ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 、ただ落城9ってことは干渉12とかなんで、完敗50なんでやんないですね。よし、ちょっとだけ上がりましたね。続いてやっていきましょう。絶対この人強いんですよ。強い、多分最高強 P がやっぱいってますね。1689。もうプレイがそんな感じ。大型2本切らして、相手のキャラ見て、もうこれ止まんねえだろ、こすねえだろって感じで一気に全部流すみたいな、同じとこに。あ、なんかああいうなんかもう、きっちりともうここでこうって判断決めれる人は、大体最高強 P 高いですね。強いて言うなら強いて望むなら、現状の強 P が高かってほしかった苦労して勝ってるから。はい、エルフリーダー、まあ、エルフって言うと大体裏 UFO が連想されますね。最近はエルフ UFO が多いんで、まあ、実際何が裏か分かりませんが、まあ空キャラは引きたくないですね。うん、まあいいかな。まあ理由として、まあキラー B がエルフ見れるのと、まあ、ポックルで、回収する UFO に向かって撃って、まあ、もし万が一ね墜落させられなくても、まあ、ポックルが残るんで、大砲みたいに無駄なコツにはならないですね。まあ相手も足はいますが、5分前なんで撃っていきましょうか。さあもう一本切ってくる。まあ、取れないのはしゃあないですね、これは。まあ多く引かれてるのがちょっときついですね。条件してね、5倍は見れるんですけど、多くを引かれちゃうとなかなか、ここはもうトレント。ただね、ここねちょっと焦ったんですよね。トレント本当はもうちょっと上目に出してあげたかったんですけど、ちょっと焦りましたね。よろしくない。これをやっちゃうともう大変で、一応 UFO 読みでポックル打ったんですけど、もう一体ポックル倒せましたね。いい感じでですね、まあまあまあ、エルフを回収するのはまあ当然として、なんかトレントを流さずにキャラ出してくれたんですよね。いっぱい流されると無理なんですけど、あー、カヨンパかっちゃいましたね。ここはもう奪いに行くしかない。トレデを何度か取れて救出。これ間に合わないんですよね。結構早めに打ったんですけど、まあ遠いんですよ。距離が遠ければ遠いほど、要は着弾までが遅いんで、まあ、間に合わず。で、カヨンパは治りましたけどまあ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 、ずっとトレントが生きてるのが笑うな。もう ここクイーンビーですね。どっちかしか見れないだろうと。あとはエルフ UFO してるんで、そう、もう出てきてるキャラ的にね、今エルフ UFO 多く5分倍ハーピーなんですよ。あと大型1体しかないんで、いてもそう、もうクイーンビーを行って、クイーンビー止めたら、あ、キメラでしたね、まあ、キメラも倒して、クイーンビーを止めたらトレント止まんないし、トリでも止まんないし、取られちゃうしみたいな。いや、トレントの位置がやらかしてましたけど、ちょっと焦りすぎて、やばいやばいやばいみたいな。そう、オークに対して出せるキャラがいなくて、まあまあなんとかなりましたね。よかった。めっちゃうまい、めっちゃうまエルフ UFO、 いや、エルフ UFO な、まあ、強いっすよね実際。まあまあ1671まで来ました。でですね、この後バルチャーで約束したんですよ、してたんですが、すぐには行けないっぽかったんで、まあまあもうちょっとやろうかなということで、まあ、スローリーグ継続していきます。ト
レントね、ちょっともう一回使い直さなきゃダメかもしれないですね。さっきの位置で下に切るのはないですね。上側に切らないと砦に向かわないんだから、ちゃんともうキャラの出す位置ももうその後の進行先考えて出さないと、もうどこに何を出すとか、ここにこれ出したらこいつは次どこに動く、こいつをこれ出したらこれはこの後こう働いてその後生き残ってこう動くってまだ考えないと、そう思う。どんどんコスト負けするしキャラもね得られちゃうんで。あ、てかあれっすね、これソロリーグは今回の動画ここまででしたね。ここまででした。あとは全部解説かな、キャラの修正の。まあマイマイがめちゃ強くなったんですよね。マイマイがめちゃ強くなって、でミノもすごい強くなったんですよね。ミノ分回しで、まあ、分回しのダメージが上がって、でロボへ与えるダメージが、まあ、ロボアンチですね、ロボアンチになって分回しのダメージが上がったおかげで自分のミノめちゃくちゃ弱かったんですよ。ただの30フルで、なのにすごい強い今、全然使える30フルでも結構いいキャラですね。ヒュドラ攻撃力情報、攻撃力情報はですね、まあトレントに対して1回で 1.2 割から 1.2?1.3 割ぐらい削りますね。7回殴られたら瀕死かな。結構減る実際、今までそんな減らなかったですね。攻撃力めっちゃ上がってですよ。首がどうなってるかですね、ちょっとそこは気になりますけど、ちょっと分かんないですね、ちゃんと扱ってないんで。でレドラっすね、レドラが今一番本当に調整の恩恵を受けためちゃくちゃおすすめキャラですね。まあ石化ほぼかからない、眠りかからない、ほぼかからない、防具ダウンもほぼかからない、マジでかかんないです。で攻撃回数が22から24かなに情報されて、攻撃力が約200アップ、めちゃくちゃ強いです。でも環境型ですね、レドラは。噛んだ、一気に環境型になった。本当に超おすすめですね。大型をやるならば、団子とかあんまり触れないんだったら間違いなくバルーンが一番簡単で強いんですよ。ただそれ以外のキャラでもしやるならばレドラですね。レドラが安定、本当にレドラ安定、マジでバルかレドラ。クモも超強いですよ。クモも超強いんですけど、あいつはちゃんとドーピングしてあげないとすぐ死にます。本当にレドラが強い。でキラビーが防御力情報ね、キラビー防御力225だったかな、上がって小粒から受けるダメージだいぶ減りましたね。防御力低いとね、小ダメージが結構ガツガツ入っちゃうんで、魔法とかアーチャーとか、まあだいぶ前よりは変わった、前よりは良くなった。あとはカエル剣士から、受けるダメージじゃねえ、カエル剣士のアンチを外されてたんですけど、まあ、それが戻ったって感じですね。でまあ魔導騎兵と、まあ、クレイジーフラワー両方とも、カエルから受けるダメージが減って、まあまあ見えますよと、簡単には破壊されないですよと、そういう修正を受けましたね。でまあキラビー何回か見せてますけど動画で、なかなか面白くて強いですよ。でまあスケルトンがアビリティだけ、まあ、HP 防御力がね大きくアップだったのが、普通のアップに変わっただけですね。スケルトンは相変わらず超強いです。まだ環境ですね、環境キャラで。今、まあ、一番の調整はあれですね、マイマイですね。マイマイがマジで強くて、なんか一応設定上ではコスト4以上、この4とか5にはかかりづらかったんですよ、バイキンが。それがかかりやすくなりましたね。ほぼかかります、マジで。生放送だけめっちゃかかったじゃんみたいな、必中だったレベルなのになんで実際解禁されたらかかんないのみたいな、それが生放送の時と同じぐらいマジでかかる。で火力がめっちゃ上がってる、バイキンのダメージがすごい低かったんですよ。10秒だか12秒だか計測するんですけど、ダメージが総合計ダメージめっちゃ低くて、もう1回あたりのダメージがちっちゃいから全然倒せないみたいな感じだったんですけど、今ダメージめっちゃ伸びてて、ぶっちゃけまあまあいらないです。レドラ固定だったらまあまあいていいんですけど、レドラ固定しないならまあまあいらない、マジでマイマイでいい、本当にマイマイが強い。でそれプラスもう一個やばいのが、ゼウスに対して強くなりましたね。受けるダメージが減少した、イカズチ3発耐えます、マジでやばい。本当にマイマイが環境キャラっすね。超おすすめです。支援キャラ使うならマイマイでいい、対空もあるし、一気に前線の中型崩壊できるし、そんな感じですかね。まあ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 、マイマイ、マイマイレドラですね。マイマイとレドラが強い、調整によって。今回はその2枚やっとけば間違いない。キラビーも強化されましたけど言うほどじゃないです。まあそんな感じで今回も見てくれた方ありがとうございました。ちょっとまあね、次は音声大丈夫と思うんで、これの次までは後付けですね。そんな感じで、またよかったらね見てください。お疲れ様です。